よ普通の。今日はお仕事が、お仕事というかまあ打ち合わせみたいなお仕事のようなあって、で、なんだっけ、今日一部ラジオをね今夜この後撮るので、ちょっとその前にね配信しようと思って、今日は終わりかしで覚えないといけない、明日もさこう目撃者のリハールからさ覚えなきゃいけなくて、まだねそう全部終わってなくて、そうだからまあやんないといけないので、今日はちょっと、うん、まだ頑張ります。葵ちゃんさんありがとう。片行きの車内から、あ、おーおー、え、どこでしたっけ、中田行き、どこでしたっけ、どこから、完売、え、本当に嘘、え、ホクピグさんありがとう。あ、でも今日リセットとか、え、本当でしょうか、完売が出た、本当にやった、出たのかな、大阪府内だけど就活だ、そっか大阪、でもどんぐらい、え、何で、車内ってさ新幹線ですか、私大阪へ行きたいんだよね、なんかお仕事でしか行ってなくて、家族では行ったことあるんだけど観光ができてないの全然。 USJ に行きたいっていうのがあります。そんなすぐ行けるもんなんかな、ありがとう。あー、ありがとうございます、7部完売したって、葵ちゃんさんありがとう。ありがとうございます。元気、元気、やほ元気、ぼちぼちだよん今日はまだお仕事頑張る。亀さんありがとう。一部ラジオぜひ先週のやつも聞いてほしいです、うん、BB さんありがとう。後で収録するから、新幹線ですぐ行ける、そうなんだ、あー、酔いはないかな、酔いはない、うん、やはり新幹線なの、飛行機では行ったことない、私確かに関西の方に、京都とかさお仕事で言ったけど新幹線と、まあ新幹線、飛行機は乗らないね、うん、関西の方ってやっぱそうね、新幹線が早いのか、まあそりゃ飛行機の方が早いとは思うけど、便とかが少なそうなイメージ、うん、あー、そういうことだよ、なんか福岡だけだよねきっと福岡空港が近いだけで、市内になんか空港がやっぱちょっと
距離があるイメージです。 なんか大阪とか、うん、便利なの博多だけだね。ほんとご飯は食べたよ。鍋を食べた。2時間半。うーん、そっか、福岡がちょっとね、いいなって思う、やっぱそこが。うん、今日はさ、今日も寒かった。うん、寒かった。こちらも寒かった。あら、え？公園に間に合わず、なんだって。ぼちぼち元気だよ。あ、そう、この後ちょっと市村ジオをね、収録したりするけど、あと覚えなきゃいけないこともあるから、ちょっと今日は早めに配信しときます。そう、覚えれないっていうか、なんかグダグダさ、ダラダラやっちゃうとさ、入んない、ね、頭に。かわいさん、ファイト。マッチさん、ありがとう。あー、関空って結構時間、そうなんだね、やっぱ。ミクナオさん、ありがとう。広島行けなさそうな、ちょっとなんだかんだで、うん、いけるかな。移住検討なんだって。やっぱり違ったか。え、北九州からフェリー乗って行ってたよ。え、そうなの、行けるの、フェリー乗って。どんぐらい着くんだろう。そんなすぐは着かなさそうだけど、どうなんや。大阪のフェリーと全然聞いたことなかった。未知だ。新幹線か飛行機か、なんか夜行バスとかしか頭んなかった。おお、ぬくぬくしすぎて。あー、確かにね、それはいいとこでもありって感じだけど、確かに。夜の8時になって朝の8時過ぎ。あー、そうなんだ。え、いいじゃん。で、ゆったりで楽しそうだね。おお、そうなんだ。なんかでもあんまり値段とか、その交通費とかが変わらないんだったら、まあありかなとか思うけど、どうなんでしょう。時間かかるから安いとかじゃないのかな。全然普通に新幹線とかと変わんないんだったら新幹線でいいやってなりますけどね。2時間が限界で、うーん、そうね。葵ちゃんさん、ありがとう。ハウステンボスとか結構時間かかったからな。でも、船ね、フェリーもいいかもな。葵ちゃんさん、ありがとう。車で、私神奈川から大阪まで車に行ったことあるんだよね、家族と。あの、初めて大阪行った時、いや、やばかったよ多分。やばかったよってか、 お父さんがやばかった多分ね。うん、飛行機がまあ安いのか、フェリーは高いのかな。価格がちょっと想像できないんだけど、
いよね。山崎さんありがとうございます。車で福岡から大阪とか車で行ったことある方います？だいぶよ多分。片道だから7、8時間、まあ8時間くらいか。まあ夜行バスと一緒なわけじゃないですけど、運転するってなるともうやばいよね。どうなんでしょうか。あ、みくなおさんありがとうございます。新幹線は若干安いくらい。あー、なるほど。あー、そっか、門司港から確かに。そうなんだ。10時間か休み休みとか言ったらそりゃかかるよね、車でね。道沿いってありかも。大阪がディズニー車、そっか。でも神奈川からまあ一緒ぐらいだけど、うわ大変よね。でも北九から名古屋、おお、二度と行かないとそりゃそう。福岡から大阪はじゃあまだ行ける行けるの。しんどいよね。行って帰ってきてとかだったら厳しいくな。行って帰ってきてやばいね。寄り道とし仮眠か。うわー、1日かかるよねそりゃ。無理よね、運転する人が無理よね。いくらぐらいかかるよね。でもそのあの高速代とガソリン代とか、かかりそう余裕でかかりそう。千秋楽間に合うように頑張る。あー、お大事に、お大事にしてください。葵ちゃんさんありがとう。バイクで東京から熊本まで行って、すごいな。バイク運転好きな人は苦じゃないのかもしれないけど、さすがに苦になるよね。そっからそこはちょっと次元が何件またいでんのっていう話。葵ちゃんさんありがとう。腰が悪い、確かに運転したことがないからさ、私どういう辛さなのか分かんないんだけど、無になってくるよね。まあそりゃそうだと思うけど。クロちゃんさん可愛い、ありがとう。無にはなっていっちゃうとは思うけど、あー眠くなんだ、怖い、眠くなるよそりゃ。あー、はい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 、うん、ラジオね聞いて、音楽とかも聞いて、そりゃそうよね。マットさんありがとう。ディコピに教わろう。あ、ディコピさんなんだっけ、試験、運転試験は大丈夫で、その筆記の方が落ちたらしいですね。一回 YouTube 見た再試験して受かったって言ってた。7時間マリカーしてるの想像し、はあ、ダメだ、無理や無理でした。99、運転好きな人はねいけるのか、無理で、好きの次元超えてるよね多分。そんな6時間7時間も睡眠時間と同じぐらい走るってことでしょ。いや無理だよね。
ありがとう。リコチャンネル見てる。見てるよ。ドライブインでの休憩、あ、わかる。サービスエリアとかの休憩はね、私好きなんだけど、休憩っていうかサービスエリアが好き。運転してないのにサービスエリアだけ楽しんじゃいますよ。5人しか落ちなかったうちの1人が持ってますね。うん、確かマラソンぐらい楽かもしれない。それはそうだ。あー、サービスエリア楽しいよね。いいな。いや、さすがにでも7時間信じられませんね。クロちゃんさん、ありがとう。休憩込みで運転楽しい。あ、本当？そうなの？三条金って200キロってどんぐらい？どっからどこ？マットさん、ありがとう。寝てる彼女の寝顔見てると頑張るな。匂わせ。ケイボーさん、ありがとうございます。神奈川群馬、あー、それでもそれくらいか。いや、私も神奈川からその群馬とかそっちの方が行ったことあるな。新潟、そっち長野県とかの方まで行ったことある。夜中起きてね、行くのが最高に楽しいんですよ。楽しいときに運転せずにね、寝たいときに寝てね、お父さんが運転してくれてるだけだけど、あ、みんなでスキーとか行ったときに、深夜にさ、真夜中に起きてさ、家族みんなでさ車に乗って出発するの、あれがすごい楽しい、楽しいというかすごい好きだった。行きたい。なんか真夜中に起きていくのがすごいね、いつもね、そわそわしてたんだ。助手席に乗せ寝顔アクスタ、いいね、いいね、いいね。 YouTube 流しながら運転して、おー、車、うわ、いいな、車とか自分の車持つのいいな。700キロ、往復700キロ、うわ、日本のような方だ。いや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 、ワクワクする感じいいよね、本当に。私もはあ、900キロ、往復900キロ、福岡からその関西の方までとかさ、さっきその私さ、やっぱまあ関東に行くよりはそっちの関西に、福岡から関西に行った方がまあ近いは近いんだけど、そう、まあ、京都奈良とかもさ、こう行ってみたいって思うけど、意外と距離あるなって思うよ、わりかし。まあその交通機関使っちゃえば、なんか車以外、飛行機やら新幹線使っちゃえばすぐだとは思うんだけど、何キロぐらい離れてるのかがあんま理解してないんだよね。地図ではなんとなくわかるけど、そのキロにするとそんな遠いってなりそう。 BB さん、ありがとう。うわー、メロンパン。軽自動車とかだとさ、いやー、そうなの、
車によってやっぱ違う感じですか。新車買って、いや、いっぱい乗んないと、元取んないと。600キロ。600キロ。はあ、600キロか。なるほど。葵ちゃんさん、ありがとう。今の劇場どうなって、綺麗ですよ。とても綺麗。600キロはちょっとね、大変ですね。いいな、でも運転できるのいいな。今日の髪型可愛い。そう、片耳かけ。ね、睡魔との戦いじゃない、やっぱ運転は。睡魔との戦い。今でもなんかあれらしいよね、車とかも。なんだろう、私の友達、女の子でもさ、やっぱ結構さ、もう普通に運転してることが多いのよ。そうなんだけど、自分の車を持ってる子はやっぱ少ないよね。そう、渋滞もつる。うわー、渋滞は無理や。ビビさん、ありがとう。愛知ラビリンスのグラビア企画6位だね。ランクインしちゃってる。ランクインっていうか、ランキングに入ってんの？私参加してないんですが、誰が入れてくれたんかな。マジか。600キロ。え？ああ、新幹線。ああそういうことね。出張の帰り、うわー、やだ。それはそうだね。そりゃそうよ、寝たいよ、そりゃ。企画とか来たら、いや、撮りたい。うわー、税金、車検、駐車代。あ、そうそうそう、それがあるから、なんかそれがあるから、なんかみんな持ってないけど、なんて言うんだっけ、タイム、あ、違うタイムじゃない。まあレンタカーの人が多分同じ世代は、女の子とかはね、絶対そうだけど、なんかそういうチャリチャリの車版みたいな、そういうのがあんのかな。すいません、投票しました。しれっと投票すな。なんだって、タイムズカーシェア。あ、それかも。それは何なんですか。なんか結構さ、若者の間でさ、なんかその言葉を最近 YouTube とかで見かけるんだけど、何のことか分かんなくて。たまに使ってた。何それ。カーシェアっていうのは、だからシェアできるってことだから、どういうあれなんだろう。チャリチャリの車、本当にすごいね。それだったらめっちゃすごない？レンタカーだとは思うけど、街中にさあるってことでしょ。あのスポットが多分あるんだろうけど、借りてまたそのスポットに戻してみたいな。めっちゃいいじゃん。なんかわざわざそのレンタカー屋さんに行かなくても、そのっていうことだよね。免許取っていい？
けど運転してダメ、なんかダメらしい多分全部が分かんない。でも免許取ってもさ運転しなかったらさ意味ないじゃん、うん、運転できなくなっちゃうじゃん、そしたら意味ないよねっていう。すごい、カーシェアいいじゃん、福岡いっぱいあるんだ、すごいね。それなんか都心とかは多いのか、元の駐車場もするといけないのはチャリチャリ、あーまあでもチャリチャリも駐輪場そのスポットの駐輪場に戻さなきゃいけないよ。クロちゃんさん、 BB さんありがとう。それではまたバイバイ。一日運転しないことに不安が、うわーそうだよね、そうだよね、そりゃそう、運転したいよね、うん、毎日こう運転しないとちょっとね。オール自動運転の時代、そんな時代そんなすぐに来ますかね。あとなんか数年とかのうちに来るのか。ラルフローレン、うん、うーん、あ、そういうこと、桃地浜で借りたら桃地浜のところで返さないと、あーじゃあ違うね、じゃあ違うわ。チャリチャリは、あ確かにチャリチャリだったらどこでもいいもんね、どこのあれでも。うわそれちょっと、あーそれそういうこと、じゃあじゃあさ県外とかで返せないってこと、もちろんで。まあでもそうか、そうだよね、チャリチャリほど便利じゃない。車めっちゃ汚れて、うわーそっかそっか、そうだよね、理科で習ったわ。あらさですが免許持ってない、いや免許持ってない人もまあいるんだろうけどね、やっぱ若者っていうか最近、うん、まあ確かにね交通機関、うーん、自動運転まで、すごっ、このメンバーの助手席に乗るのは怖い第一いやー、誰だろう、ディノかなってさ頭にパッてやっぱ思い浮かんだけど、なんか意外とできそうなんだよね、ディノわりかしスマートに、なんか迷いがあるとダメっていうじゃないですか運転とかって、確かなんかなさそうでいけそう、意外とどっちかやな、めっちゃうまいかめっちゃ下手かのどっちかかなでも小田さん怖いな、小田さん怖いな、なんか怖いな。ひなのちゃん、うわピナね、あピナ危ないね、ピナ危ない、ピナ危ないか、7から10万、そうなんだ、高い。 BB さんありがとう、知り合いの先生のいいな、うーん、あーピナ、そうね、いやどうだろう、うん、あいぶきはちょっと危ないかも、うん、
なんか私運転荒い人のやつだって結構酔っちゃうんですよ。なんて言うんだろう、一定にスーっていうスピードで行ってほしいけどさ、こう、たまにいるんだよね、タクシーの運転手さんとかでこうやってなっちゃう人が、なんていうの、ちょいちょいこうアクセルをこう弱めるっていうか、なんだろうね、ブレーキ踏んでる人いるじゃないですか、スースースーって感じで、もうあれが無理で、本当に、いや誰も得意な人いないと思うけど、そういう運転手さんに当たってしまったらすごいもう終わり、だいぶ気分が悪くなっちゃいますね、私とても嫌です。タクシーは結構使ってると思う、お仕事でも使えますよタクシー、キャーキャー言いそう確かに。印象的な運転手、いろいろいたな、いろいろいたよ、平均的に荒い、そうなんかね、やっぱ九州はちょっと勢いが良き車酔いはちょっとなんか運転荒かったらしちゃうタイプ。なんかでもすぐ慌てちゃう人はダメだから、そう、すぐ慌てちゃうのは良くないねなんかあった時に慌てなすぎるのも怖いけど、愛知さんも話がうまいです、ありがとうここで下ろしてくださいって言った瞬間メーターが、わかる、そういう時あるよね、もうちょっと早く止めといてよって思っちゃう、ね、クリナさんは、絶対うまいですね多分クリナさんはね、そう、10年に1回ぐらいしかない、うわそれはすごい、もう大阪では運転、やっぱ違うのか、各地域によってちょっと変わるもんなのか、やっぱり5に余裕を持って運転してるよ、素晴らしい心がけです、葵ちゃんさんありがとう、よく喋るイメージ、まあ人によるかな、おいちゃんさんありがとう、え？来週福岡雪なんですか？将来的には免許欲しい、まあ免許は欲しいかな、いやなんかでも乗りたいよねって思うけど、家族でさこう出かけたりした時にさ、代わり文句交代しながらさ遠出した時とかなんか乗れるじゃん、だからね、いいよねって思って、アナウンサーさんですかって聞かれた面白い、アナウンサーさんですか、あ確かに、なんか PayPay ドームのPayPay ドームのっていうか、まあそういうさお仕事の現場行くときにタクシー乗ったりしたときに、関係者入り口の方でとか言うんですけど、何かされてる方ですかとかそういう話になったり、そう、今日は
何があるんですかってさ言われたりするのよ。そう、そので一つめっちゃあれなのが、なんか関係者入り口、そのペイペイドームっていう、あ、イーゾ福岡、まあ一応イーゾ福岡なんですけど、 HKT 劇場は事務所はね、だからでもイーゾ福岡でまでって言ったらあんま伝わんないんですよ。で、新しい建物だからやっぱりあれどこですかってなっちゃうことが多いから、まあドームのその関係者とかで言ったりするんだけど、そっちの方が伝わるんですよ。そうだからさ、ドームのその関係者ですでお願いしますって言ったらさ、あれ今日ドームでなんかあるんですかみたいな、こうやって知らんのよってなる。そう、知らないんだよなみたいな、ドーム今何やっても、今日 なんかのライブあるんですかみたいな、いやわかんないんだよなみたいな、そうなるんだよけど、あちょっとわかんないですわかんないって言ったらさ、えなんでわかんないのとはなるじゃん。結局そこに着いたら、まあ、あイーゾの方なんですね、イーゾっていうか、あこっち側なんですねみたいななるけど、最初言った時はもうだからトークがもうそこで終了だよね。通じないのよ。 HKT の人ですか言われたこと、まあでもあったとしても、なんかあんまりまあ聞いてこない人もまあ結構多いかな、うん、たまにちょっとめんどくさくて、あスタッフのスタッフですみたいなスタッフその裏方ですみたいな、そういう感じで言ったこともありますね。うん、なんかめんどくさくて聞かれるのがちょっとめんどくさいなっていう時は、あちょっと裏方の方でみたいな、うん、そう、葵ちゃんさんありがとう。ファンが運転手だった、いやわかんないな、だとしても言ってないだけだと思うけど、いるのかな、どうなんだろう。ファンの方でもタクシーの運転手してますっていう方いるから、うん、いずれ乗ることもあるとは思うけど、どうなんでしょう。日時のライブとかも、うわそうだよね。もうねドームの後はなんかライブがあるときは混んでんだね、ほんと大変だ。4000円オーバーだったよ。そうそう、まあでもね高速とか使っちゃっても結構かかる。HKT 劇場までって言ってもいや伝わんないよ多分。うん、ドームのって言った方が早いね。そう、基本は基本はそうなのよ。チロシさんめっちゃ可愛い、ありがとう。ミクノさん可愛い、ありがとう。運転手さん、あー確かにね、いるのかな、やっぱり多いのかな。まあでも空港からねそんな離れてないから、言うても別に、うん、離れてないかって言ってっていうか、まあ全然、うん、近い方ではあるね。いやアプリで呼べるのね、そう確かに、うん、楽だね。こんばんは、ミクリン。そうなの、顔なじみそれもそう、それだな、すごいな、急いでってたまにめちゃめちゃ
ってそうだもんね、タクシーすごいな。でも急ぎの時とか時間ない時とかなんかもうタクシーに助けられることはありますね、やっぱ。ほんとなんかに乗り遅れたりさね、するよりかはもうタクシー乗っちゃった方がいいって思うよね、遅れるくらいなら。まあ普段はタクシーを使わない生活で、生活がプライベートはね使わないのが一番いいなって思うんだけど、バスの運転手ってえバスで急ぎでっていう人いないでしょあんまりすいません急いでくださいっていうのはなかなかできなくない？え、ほんとそれ持ってない？冗談じゃない？今日のライブだと、ああでもその方が確実ではあるよね。運動さんに嘘を拾ってもらったラジオ前にね。拾ってもらったっていうか、そう。集合場所のなんか近くで、そう。たまたまね。道間違えたことあるんだ、やば、やばっていうかレアすごいレア。こんばんは。あーそっか、確かに。タクシー運転手と軽く揉めた話、何その話揉めるとかあるんだ揉める、おばさんが揉めることあるんやな。なんかあったかな、揉めたこと。まめっちゃ嫌な運転手さんに捕まったことまだない、ありがたいことに。今んとこもうこれから出会うかもね、怖いわ。なんか動画とかで YouTube でね、なんかもうタクシーの運転手になんかやられましたとかいうサムネとかでさ釣られて見ちゃう時あるのよ。してる、結構なんか嫌な、そんな悪い運転手いるんやなとかちょっと思って、そう怖いなってちょっと思って。あーでもなんかね、ツイッターのなんかバズってるツイートとかで見たことがあるんだけど、どこだったかな、京都とか奈良とかその大阪とかそこら辺って、関西の方ってこのタクシー会社を利用した方がいいですよっていうツイートを見かけて、そんなあるんだ、なんていうの、会社によってそのそんな対応が変わってきちゃうのとか思って、そう意外とね知っといた方がいい。いや本当にあるのよ、どこだったかな、なんか何個かおすすめのタクシー会社みたいなの書いてあって、そうあるよ、うん、あったあったあったのよ。何だったかな、なんか結構変わるんだって多分。なんだっけな、なんかのツイバズってるツイートで、京都のタクシーがなんか MK タクシーってとこが結構
だけなんかすごい評判がいいらしくて、そうらしいらしい、MK タクシーはいいぞみたいな。そんな変わりますかね、わかんないんだよ私。あーなるほど、個人タクシー、そっか、そうなのよ。あーでも MK タクシーで私なんかもらったことあるかも、こう乗ってたらなんかこうなんかいただいたことあるかも、乗っただけで。え、私もよ、適当に撮ったやつ乗るけど、福岡ではなんかいただいたことあるな、多分 MK なんかわかんないけど、うん、いいらしいけど、うん、やっぱその地方によって、地方っていうかその場所によって、ちょっとここのタクシーがいいよみたいなのあるのかな。関西で有名、あ、そうなんだ、ロリーボーイさんありがとう。なるほどね、皆さん覚えておいてください使える知識かは分からんけど半日待てるなら半日って辛いよね、本当に。半日って、半日ってね、チェンソーマン今日から、お、急げ急げ、まだまだ間に合うよ。半日は大変だよ。わ、でもサービスエリア巡りしたい私こっちのその関東、あ、じゃ関東の方はでもあれだけど、全然あるんだけど、関西とその九州のその方、まあ、九州はもうあれかないか、別にサービスエリア有名なとこあるわかんないかも。九州サービスエリアとかさ、いいな、なんか巡ってみたいなうん、行く機会がなさすぎて。チェンソーマン全部見たよ。九州ってあるの？サービスエリア。ごめんだけど本当に知識がなくて、全く。だってさ、もうなんていうの、九州ってこうな、福岡からさ、もうそっちやん、そっちのなんか山口とかそっちの方向こう行かないとじゃん。あるわあるんだ、すみません九州をなめてるわけではありません、それだけ理解していただきたい。ごめんなさい、私本当に九州で車にこう乗って九州を回ったことがない、今まで。ごめんなさい。ハウステンボスの時寄ってないよ。うん、寄ってないんです、寄ってない。なんかパーキングエリア的なのは一回止まったりしてたけど、サービスエリアは行ってないと思います。桜島サービスエリアなめんなよあ、ごめんごめん、こっちの方ね九州の下の方ね、下の方にこう行くんだったらあるとあるね、まあそれあるね、あるね、確かに。熊本、そうな、そっちか。だから福岡からこうそっちのさ山口方面に行くときあんまなさそう。別府のサービス、あーすいません、ありました。全然九州じゃあるじゃん、まあそれあるか、それあるか
愛知は自分の足で走るから、おいおい、結構いろいろあるんだ。そっか、あやだ、九州にサービスエリアがないと思っちゃってる、思っちゃってたの、やばいね。さすがに舐めすぎ、九州舐めすぎっていうね、言われるね。申し訳ない、無知です、本当に。だって車でそのないんだもん、そのなんか九州巡ったことないからさ、わかんないのよ熊本、大分、佐賀、佐賀、うん、行ったこと、まあラジオでね、唐津のラジオなんだけど、長崎のもさ、なんていうの、あれでしかない、その電車とか高速バスとかそれだけ、うん、でしか行ったことがないもので、本当に申し訳ないです。あ、いいね、サービスエリアで美味しいものあるのかな、九州どういうのがあるんだろう。そうそう、車持ってないですからね、走んないよそりゃ高速道路走んないよ。あ、宮崎は行ったけど飛行機で行きましたね、飛行機。そうね、いいな、いいな、いいな。でも無理だよ、でも疲れちゃうよそんなね。やっぱサービスエリア巡りしたいとか言ってもそんな何キロもない、うん、走れないよね。道の駅とかも私あんま行ったことないわ。うん、魅力がありそうだな、やっぱそういうね。34個、おお、すごいあるねありますね、もちろん当然のようにありました。いや、わかる、屋台のとかあったら結構嬉しいよね。うん、ベビーカステラとか売ってくれちゃってたら結構嬉しいな、私。いや、なんかなんていうの、違う、そのさすがにパーキングエリアとかはある、止めるところっていうか一回休憩ねするところはもちろんないとは、あのないなんて思ってなかったよ。ある、絶対ある、それあるんだけど、なんかサービスエリアってさ広くてさ、いろんなフードコートとかさ、もうお土産コーナーとかさ、なんか屋台とかいろいろさあるサービスエリアが私結構好きなんだけど、そういうのは言ってないのか、そんなにないのかな、少ないのかなみたいな思っちゃってました、勝手に。九州の方はある、あるのかな、やっぱ、うん、ある。そうそうそう、海老名とか、そう、足柄とかやっぱすごい好きなもので、私好きなんですよね、でかいとこが。 そこにね比べちゃうとっていうね印象がそうあってさ、美味しいのよ、そうなのよ。信玄餅アイスとかもね食べれんのよ、あの途中で、山梨とか行く途中でね。そう、最高だよね。うわ、行きたいな。なんか旅の旅にはやっぱサービスエリア欠かせないというか、あ、談合坂もそうそうそう、いいよね、長居しちゃうよね。うん、そうそう、メロンパン有名だね、クリームパンとかソフトクリームやっぱ食べちゃうよね、アイス食べちゃうよ、やっぱご当地のね。わかる、いいな、
楽しいよね。楽しいけど、まあ疲れちゃうかな、サービスエリア巡りなんかしたら疲れちゃうよね。一回はしてみたいなって思う。97キロ、まあすごい車で、おお長旅だったんじゃない。いろんなとこ回ったってことか。こんばんは。スタバあるとこはね、いいね。スタバあるとこ最高です。どこでも飲めるけどね、まあスタバはなんかあれしてほしい、ご当地スタバフラペチーノの時あったじゃん。あれしてくれたら面白い。面白かったねあれね、ご当地のやつ味が違くて、フラペチーノしたら結構巡りたくなるよね、サービスエリアとか。あったんですよ、そう、抹茶なんか黒ごまきな粉、そのご当地によってちょっと味が違くて、あれすごい良かった。良かったとか言って2箇所くらいしか飲めなかったけど。葵ちゃんさんありがとう。あ、2箇所じゃない、福岡しか飲めてなかったっけな、ちょっとそう飲みすぎて飽きてきました。いや飲みすぎダメよあれは、たまに飲むのが美味しいんだよ。葵ちゃんさんありがとう。ああそうでも私も飲みすぎてちょっと飽きた時あったから、時間を置いた方がいいかも。距離置いてください一旦。ご趣味スタンプとかもありそう、うん、熊本のライブあって、そうそうだそうだ、飲みたいってなったの飲めなかったね、もう結局そうダメでした。あの熊本で、あワンちゃん帰るかみたいになったんだけど、あれあの時確か買えなかったんだっけな、あれ買えたっけ、ちょっと待って、なんかなんだかんだで無理だった気がする、熊本ライブの時ね。あのその見たかブラックサンダーだったかな、なんかねあったんですけど無理だったかな。フラペチーノチャンスかとか思ったら、写真に載ってなければないよね。ああ多分なかった、飲めなかった、時間なくてなんかね、ちょっと多分無理だったかも。スタバーケーキ食べないな、でもチーズケーキ美味しかった。うん、めちゃさんありがとう。6時半かも、そろそろ終わろう。じゃあこの後ちょっと行ってまいります、収録市村寺を撮ってきたり、今日は時間を有効活用してしなきゃ。うわーとプレベどうしよう、いいの、牛串人気よね、定番だよね、なんかそういう串系は。ではランキング読みます。13位、あゆちゃん、12位ビビさん、11位くにしょうさん、10位クロちゃんさん、9位たけちゃんさん、8位 MJ さん、7位キムケイさん、6位レイちゃんさん、5位ミハエルさん、4位フコピグさん、3位ミクナオさん、2位スミスさん、1位あおいちゃんさんです。ありがとう。ありがとうございました皆さん、おつでした、ありがとう。ではまたね、ありがとう。